世界で一番面白い人生ガイド元井武雄の YouTube 動画でございます。ということで今日はですね、いきなりこんな格好で YouTube 動画を撮ってるわけなんですが、これはですね時々 YouTube で上げていますが、私が波動製品を販売しているわけなんですけれども、まあ、その水を飲めばですね、好転反応が出て、徐々にですよ、一気には良くなりませんよ。各それぞれ皆さん、持病があったりとか、例えば血圧が高いとか、便秘であるとか、いろんな病気とか、症状であるとか、いろんな悩み事があるかと思いますが、それをまず解決するために、水道水を入れてですね、ペットボトル飲んでくださいということをお話をしているわけなんですが、さすがに全員では、その波動製品買われた方全員ではありませんが、この頃、このスパイラルチューブが売れていまして、先日の動画でもお話ししましたが、2メーター、これを2メーター買われた方がいまして、何に使うのかわかりませんが。で、実は、これは、いろんな使い方があるわけなんですけれども、今日の動画はですね、腰にも巻くんですけれども、これ、昨日ね、試しに頭にずっと巻いてたんです。そうしましたら、見ての通り、ハゲ頭なのと、で、もう一つですね、奄美大島ってね、意外とね、1月から3月って寒いんですよ。で、何が寒いかというと、向こうが北なんで、北の方向なんですけど、北の方向。北風がすごいんですよ。で、昨日、おとといなんかは、台風みたいな天気で、当然、風は強いわ、当然雨も降るわ、まあ、台風ほど降りませんけれども、もう寒いんですね。それで、この我が家などは築50年以上の鉄筋コンクリートのアパートなんですけど、そこにパソコンとかいろいろ本とか置いてあるんですけど、ここがですね、家庭内北海道みたいで、もう寒いんですよ。それでパソコン仕事するときに、このスパイラルチューブなんか知る前はどうしていたかというと、こんなにしてから我慢したりとか、上からこうタオルかぶったりとかいろいろしていたわけなんですけれども、まあ、タオルかぶるともめんどくさいっていうか邪魔になるもんですから、こういうふうにしてその毛糸の帽子をこうやってかぶって、こんな感じでパソコン仕事をやっていたんですが、これがですね、今度は頭から火が吹きそうなぐらい熱くなって、なーっつってこうなるわけですよ。で、以前からずっとこういうふうに、時々やっていたんですが、この前ふと気がついたのはですね、暖かい時にこれをやったわけです。それで昨日、改めて寒い時にこれやったらどうなるかということを、試してみたわけです。で、持論は、人生は人体実験だと思っているものですから、これを腰から外して、頭に巻いてやっていたら、その、毛糸の帽子に比べればね、暖かくはないんだけど、逆の言い方すると、そんなに寒くなかったんですよ。で、頭をこうちょっとなでなでしたりとかすると、意外と寒さにこう耐えられるんですね。で、そう思った矢先に朝電話があって、8時過ぎに、同じようなことを言う人から電話があって、元井さんと。あんまり寒いっていうか、私の場合はちょっと頭も重かったから、で、その方は寒いというよりも髪の毛がありますから。はい、女性ですから、髪の毛ありますから。で、寒いというよりも、頭がちょっとね、重たいということだったので、言われた通り、鉢巻きにしたら、だいぶ痛みが取れたっておっしゃるわけなんですよね、その方。ですから、10名購入された方で、半分の方が使っていないかと思いますけれども、もし使われている方で、腰に巻いたりとかね、している方も、家庭内であれば、こういうふうにして鉢巻きにして、いただくだけで、例えば今の季節暖かくなったりとか、で、以前からお話ししているように、このスパイラルチューブを、例えば頭にこう、
鉢巻きのように巻くとか、私の場合いよいよこうそのメガネにね、巻くというか刺すというか、しているわけなんですけれども、いわゆるこの脳を守るためにやっているわけですので、ぜひ、使っている皆さん、いろんな使い方ができます。だから頭に巻くから、首に巻くから、腰に巻くというような、やり方でも全然違ってくるというふうに思いますので、ぜひそのあたりをですね、試していただいて、実際、自分自身がその頭が痛いのが治ったであるとか、あるいはその私のように特にまあ使っている方がみんなハゲ頭ではないんですけども、頭の薄い方とかが鉢巻きした時に、こういうその毛糸の帽子を、まあ、室内ではありますけれど、かぶっていたら、暖かいであるとか、あるいはそのこの、スパイラルチューブにこんなにして、やっても外を歩く時なんかはいいんじゃないかと思ったり、まあ、使い方はいろいろですので、皆さんは皆さんなりにいろんな使い方をやっていただいてですね、健康を維持していきながら、あるいは、もしその健康状態があんまり良くないのであれば、普通の方向に、時間をかかりますけれども持っていくような感じの考え方で使っていただければと思います。ということで、世界で一番面白い人生ガイドを元井武雄の YouTube 動画、今回はこのスパイラルチューブに関する内容の動画でございました。またほとんどの方がお水を飲んでですね、いらっしゃるかと思いますけれども、まあ水を飲みながら徐々に良くなった途中で、例えばその腰にも巻いてみたいなとか、このように頭とか、あるいはその首に巻いてみたいなとか、思う方がいらっしゃいましたら、そういったいろんな使い方がありますので、使ってみたら、購入してみたらということの内容でございました。まあいろんな商品がバババッと出るわけではありませんけれども、その今現在私が販売しているものの中でそういういろんな使い方がありますので、まあ、効果が出たとか、あるいは逆に出なかったとか、よくわからないとか、まあ、人によってそれぞれですので、何とも言いようがないんですけれども、ぜひそういったことで、試すには非常にいい商品だというふうに思っていますので、ぜひお試しいただければと思います。ということで、世界で一番面白い人生ガイド元井武雄の YouTube 動画、今回はスパイラルチューブを使って、頭に巻いて、そうしたら、特にあまり頭が、はい、寒くないよと、はい、いう内容の動画でございます。はい、特にハゲ頭の方はぜひですね、ハゲ頭が実践していいなと思ってますので、ぜひ、お金に余裕のある方は購入していただければと思います。ちなみにね、10センチでね1000円なんですよ。だから1メーターで1万円、はい、まあ、50センチで5000円ではありますけれども、はい、皆さんの希望するメーター数というかセンチで、購入できますので、はい、簡単にハサミで切れますからね、いろんな使い方ができますので、ご検討いただければと思います。次回の動画まで世界中の良い子の皆さん、ごきげんよう、さようなら。毎日ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。